はい、今日のお話はですね、えー、ゴールデンウィーク中前後にねキャンプに行く方が注意するべきことです。えーとですねえー、キャンプ、本当はね4月行こうと思ってたんですけどねやっぱり寒暖差がね、あのー、ゴールデンウィークちょっと過ぎるぐらいまではすごいですね、あのー、昔っていうかねもうキャンプ自体そのものはね <laughs> どのぐらい行ってるかな、えー、30代の半ばからずっとね、ファミリーキャンプから、今はそキャンプですけどね、行ってて、その要はゴールデンウィーク前後ですね、キャンプに行った時失敗談としてはですね、とにかく寒さがは激しいということですね、この時期ね、特にね、山間部はすごいです。本当にね夜はあのなんていうのかな 真冬みたいに、ね、温度が落ちてしまって、えーまあ、最近のキャンプでいっても45年前だったですかね、えー、ゴールデンウィーク前後に1回行ったときすね、えー、3シーズン用のシュラフ持ってったんですけどあの夜中に冷え込んでですね結局、ああ、これ失敗したなと思ってね <laughs> 結局、翌場起きたときに結構、喉がねガラガラになってて若干風邪ひき始めてるなって感じになったことがあるんですね、えー、だから、本当ねこの時期はまあ行く場所にもよるかなとは思うんですけどね冬用のシュラフもね持っていけるんであればね車の方なんかですね持って行ってた方がいいと思いますねまあそういう関係もあってね僕は今はもう本当、スリーシーズンのシュラフしか持ってないんでね えー、若干温度冷えるかなと思ったときはコールマンのインナーのフリースのシュラフも一緒に持ってってたりしましたけどね、えーまあ、だけど、バイクに住む場合はね結構シュラフ2つっていうのは荷物になるのでねやっぱり面倒くさいなという気持ちがあって、まあ、車で行かれる方は全然いいと思うんですけどね、えー、いくつかシュラフ、ね、用意してった方はがね いいと思いますとにかく朝方がものすごく冷え込むんですね、キャンプ場ね、えー、特に山のキャンプ場ですね、まあ、普通、山のキャンプ場多いかと思うんですけどね、えー、だからこのシュラフ問題っていうのかな、ちょうどこの時期、春から夏に切り替える時期ですね、シュラフは本当、選び方が難しいっていうのがあるんでね、状況によって変えられるようにね、現場行ってからね、思ったよりもあの、日中も温度があんまり上がらないなという感じであればね。 あの本当冬用のシラフをねで夜寝られる方は寝るときはちょっと暑いかなと思うかもしれないけどあの夜から深夜朝方にかけての冷え込みがね結構すごいですねそれ,とそれに風がね吹いてるところだとあのさらにこう日中でもね思ってたよりも着てるウェアがね、えー、まあ、春から夏みたいな軽装だとね結構ね 辛い思いして、えー、せっかくキャンプ来たのにねあのテントの中にこもってしまうっていう、ね、こともあったりしますね、まあ、そういうわけでねあのこの時期ゴールデンウィーク前後に行かれる方ですねシュラフ、もう車で行かれるんであればね冬用とね、リーシーズン用と2つ持っていかれる方が、ねまあ、あのいいのかなという気がします。 でまあ、バイクで行かれる人ですけどね <laughs>、まあ、僕がやってたその普通のスリーシンズ用のシラフの中にね、プリスのインナーです、ね、のシラフですね、アマゾンの中でよく売ってますけど、それあんまり高いお値段じゃないです、持っていけば、ね、だいぶ違うのかなという気がしますね。というわけで結局ね、今日もそんなにあったかいという感じではないですね、ここは、ね、九州の、まあ、北部でそんなに気候は割と温暖な方だと思うんですけどね。 関東地区だったらもっとすごいでしょうね、関東よりかもっと上側、通常で言えば上側の地区に住んでるらっしゃる方であればね。はいといったところで僕のキャンプは本当ね、ゴールドウェインク後半どころかね、6月に近い感じになりそうな今、えー、気がしていります。といったところでね、えー、くれぐれもね、この時期の,あのシラフの選び方ね、えー、いろいろ。 ちょっと考えて試行錯誤してね、えー、持っていかれた方がよろしいかなというお話でしたまだチャンネル登録お済みでないようでしたらよろしくお願いいたします。ごご視聴どううもありがとうございました